やる気がなさすぎて笑えるゆるキャラ紹介とはどんなものなのか。そもそも一般的なゆるキャラの紹介は、そうそうそう、皆さんこんにちは、これマスコットキャラクターのとちまるくんです。ねえ、水戸に来てね。皆さんこんにちは。こんにちは。とにかく元気な挨拶がお決まりパターン。そんな中、高知県須崎市ゆるキャラアテンド森時さんの鉄板ゆるキャラ紹介がこちら。喋れ喋れ、早く、いいマイク。高知県須崎市から来ました新庄くんです。皆さんが、新庄くんとか須崎市に1ミリも興味がないのはすごくよくわかるんですが、ピアノステージっていうのは5分間いなければいけないっぽくてですね、我慢して聞いてください。興味のないことを聞かされるのはとても辛いことだと思いますので、できるだけ早く帰ろうと思います。新庄くんは今は絶滅してしまった日本カオスのキャラクターで、頭には須崎名物鍋焼きラーメンの帽子をかぶっています。まあ、あまり興味もないと思いますけど、この新庄くんですが、よろしくお願いします。ちょっと面倒くさい感じの言ってる。じゃあすぐ直すんじゃない。以上です。ありがとうございます。このコメントがいつもしづらい。実はこのやる気のないゆるキャラ紹介が逆に斬新で面白いと話題を呼び、その効果もあってか、去年のゆるキャラグランプリで新庄くんは見事1位に輝いたのです。さらにその人気は広がり、新庄くんファンの間で森時グッズが作られるほどに。森時グッズ、その魅力を聞いてみると、何もしなさすぎて逆に印象に残ってしまうステージ、これぞ森時みたいな森時節な感じが楽しいです。そんな森時さんのことを上司である須崎市長はどう思っているのか。最初はね、もうちょっと喋れよと、須崎市 PR せよと、なんか出てってボソボソ、やる気なさそうに喋るんで、あれはちょっとまずいんじゃないかなと思っておったわけですけど、なんか逆にね、それが受けるという、まあ世の中面白いなと。びっくりしたのがもう一つありまして、ふるさと納税がですね、3年前は確か250万ぐらい年間で、だったのがですね、この新庄君が人気が出て、去年がですね、ほぼもう10億円のふるさと納税をいただきまして、これもびっくりをしております。まあいい時に市長になったなと。ということで、やる気のない感じの鉄板ゆるキャラ紹介、森時たけしさんを日本鉄板遺産に認定お願いします。銀の鉄板です。まさかのこんな会話あるんですか。市長面白かったじゃん。市長は面白かった。市長も面白かったし、仏の甘みがまた鬼になる瞬間。いやいや違いますよ、まだこう頑張れるなと思って。